困ったの。困った困った。いかがなされました、お侍様。カゲスナ、良いところに来てくれた。今年は地球が沸騰しておるじゃろ。はい、確かに今年の夏も暑い日が続きました。それが何かお困りですか。困っておるのは電気なんじゃ。昼間の暑い時間に皆が電気を使って冷房を効かせると電気が足りなくなってしまうんじゃ。参謀であるお主に何か秘策はないか。あ、政宗様、いつぞや仙台村田製作所に秘策があるとお聞きしました。仙台村田製作所か。高橋殿がおるところじゃな。久しぶりに顔を見とうなった。よし、村田製作所にいかなる秘策があるか早速訪ねてみるか。ここが仙台村田製作所か。早速高橋殿を訪ねて電力不足を解決する秘策を聞いてみよう。待っておりましたぞ、政宗殿。高橋殿、お久しゅうござる。突然押しかけてすまぬの。何やら困りごとがあると早馬が来たが、何に困ってるのじゃ。実はの、昼間の電気が足りなくなる事態が発生しそうなんじゃ。ここでは秘策があると聞いて参った次第じゃ。なるほど、政宗殿、力になれそうじゃ。いいものをお見せしよう。政宗殿、これをご覧くだされ。おお、ここには2000枚の太陽光パネルが設置されておる。なんと一般家庭の約200世帯分の電気を発電しておるのじゃ。一般家庭200世帯分とはすごい。さらに購入する電気も含めて仙台村田製作所で使用する電気は全て再生可能エネルギーなのじゃ。使用する電気のすべてが再生可能エネルギーとは素晴らしい取り組みじゃ。政宗殿、これだけではござらん。次の場所へ移動じゃ。高橋殿、ここは何じゃ。ここには蓄電池が並んでおる。なんとリチウムイオン電池が約12万本も使われてるのじゃ。12万本とはすごいの。されど電気は目に見えぬものじゃ。蓄電池の電気をどうやって使うのか見せてはくれぬか。他でもない政宗殿の頼みじゃ。皆の者出陣じゃ。これで完了じゃ。もう終わったのか。すごいの。夜間などに購入した電気を蓄電池に蓄えて昼間に使ったり、地域の電気が不足そうな時には蓄電池を臨機応変に使うことで地域の電力供給の負担を減らすことができるのじゃ。なるほど、あっぱれじゃ。時にここは仕事をする場所じゃの。なかなかにデザインが斬新ですっきりしておるように見えるの。おお、政宗殿、気づいてくれたか。ここではのスマートフォンなどの通信機器に使われる総フィルターというものを生産している工場じゃが、ペーパーレス、照明の LED 化など事務所内にも環境に配慮した取り組みを行っているのじゃ。世界シェアナンバーワンらしいの。我々の身近にあるものをこうして環境に配慮して作っておるとは素晴らしい。仙台村田製作所、実に見事であった。これからも太陽光パネルを増やしたり、もっと効率的な蓄電池の使い方を研究していく予定じゃ。これは期待できるの。これからも環境に配慮した取り組みをお頼み申す。高橋殿、ありがとうござった。さすれば、こたびはこれまで。またお会いいたそう。